ちょっと私の信者になってください。ベル、なっちゃいますか？何度も言ってるでしょ、私恩人ですよ。大役、恩人様の大役。やつかましいな。やばい。私はいろんな町に自分の銅像を置くハイターやってますから、そういうハイターで行きますよ。キメルじゃないんかい。鼻につくハイターみたいになってる。私の生草ポーズでかっこよく決めていくんで、街にそろそろ試合に行きましょうか。僕が回収しますね。じゃあ、ええ、開始で。シタロクくん。あ、はい。せーのですね。せーの。ソルガーにいる。使えないってお前。誰を縛るの、ちょっとそれ。いや、当然フェルンでしょ。フリーレンとかにしとけってお前。じゃあフリーレンで。本当に一緒に旅にしたんだ、かまさんこいつは。人違いかも。お、ちょっと待て、フリーレン、お前髪型が縦ロールになっちゃった。赤髪になっちゃったって言ってんだぞ。青生地許して。いや、ワンピースじゃないって。そんなことより早く行きましょう。もう撮影が長くなるだろうが。お前が出発するリーダーだよ、お前。ああ、私でしたか。すいません。では、皆さん、良い旅を。お前も行くんだよ。最近は暖かくなってきましたね。お前のせいで暖かいよ、こっちは。いいことですよ。暑いので、フリーレンのかき氷を出す魔法、やってもらいましょうか。いいよ。よく覚えてる。レモンサワーをかけて食べましょう、みんなで。おいしそう。シタルクもね、塩レモンサワー大好きなので。おい、中の人やめろよ。中の人出すなよ。いや、俺お酒とか飲まないよ。いや、こいつ飲んでるんすよ。いや、こいつって言うな、お前。言うなよ。私の汗の塩を取って、それで作ってあげてるんです。うぅ。やだよ、やだよ。うぅ。気持ち悪い。だから魔族なんだって。魔族でしたか。地方圏の一人ハイターでしたけど、バレちゃ仕方ないですね。ここで全員降りてもらおうかな。ダメだろこのハイター。ダメですよ。フリーレン、あなたは私の味方ですよね。こんな人知らないけど誰お前。だいぶ辛辣。なかなか生きづらい世の中になってきました。どちらかというとハイター様がしてるんですけどね。あなただけでも私の味方だと思ったんですが。来ないでください。私味方いないんでやりづらくなりました。でもきっと女神様は私の味方ですよ。じゃないと頑張ってる私がかわいそうですもん。信仰心が熱いな。清く正しく生きた私を褒めてくださることでしょう。フリーレン、あなたに褒めてくれる人いますか？いないですよね。ご利用しじゃないですか。ヒンメルがいるもん。ああ、ヒンメルか。おう、呼んだか。いや、もはや青髪でもねえよ、お前は。赤髪だけど、俺ヒンメルってことでいいよね。良くない。ヒンメル、ちょっと喋りづらいから対抗してくぞ。俺ら3人が置いてけぼりになっちゃうよ、それ。絡みが少ないので、あのマインクラフト。マインクラフトっていうの。文句のクラフトだ。なんであなた冗談なんですか、気持ち悪い。いいかしてんな。ただもんじゃねえだろうな。シタロク、お前も文句にならないか。なっちゃうなっちゃう。フェルンはどうだ、文句にならないか。シタロク様、騙されないでください。絶対詐欺ですよ、フェルン。詐欺ですよ。詐欺以外何もないですよ。こいつ詐欺ですよ。よく気づきました。おやしに出てくれたのが。やばい、誰だ、痛い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 。助けてください。ガチ的なの。ガチですよ、これ。ガチが、え、ガチ。あいつ置いて逃げようよ。戦士のくせに逃げんな。戦士だろうか。はい、ワンダン。あいつの敵も怖いよ、俺。勝つよ。私死にました。核です。撮影者、こんな遠くにいるからだよ。そんなに悲しい顔をしないでください。今までまともに動けていたことが奇跡なんです。俺なしか笑顔だよ。いや、みんな笑顔なんかい。雑音が消えた感じですね。いやいや、私雑音扱いしないでください。結構ショックです。これでやっと戦えます。いえ、化けて出てきます。あ、こういう時のためにフリーレンの投げキッスを袋に詰めて保管しておいたんですよ。これは回復アイテムとして使えます。何やってんの。復活アイテム。あれ聞くんですよね。すいません。あ、フェルン、フェルン、こっち側に来てくれたんですね。
やめてください。待ってました。私が抱いてあげます。最悪だよ。乗り込んだ。ペルンとシュタルクは関係はどんな感じなんですか？いい感じですか？別に何でもありませんよ。ペルのジャムベリーカフェを思わせてもらったっす。こいつマジで許さねえ。呪ってやろう。何なんですか？呪ってやろうか今。お前聖職者だろ。お前どっか腹変わったろ。お前私僧侶でしたね。そういえば子供を作るときは私を呼んでくださいね。関わり持ってほしくないよ。影響だね。やばい。天国でも飲んでるんじゃないですか。この心の傷にもね、癒してくれる。ダメですよシュタルク様、こうなっちゃいます。こうはやりたくないな。魔族は言葉で人を欺きますが、私はお酒で人を欺きますので。なんで本当に勇者一行になったんですか？女の子にお酒を飲ませて私がかっこよく見えるように欺くんですよ。いい感じになったところでソルガニールで拘束して、最後は一般交尾魔法やるとなくです。気持ち悪い。気持ち悪い。これ大丈夫？ついてる立ち回りじゃないっすあれ。初めてエンダー側っすあれ。今日のためにいっぱいボケ考えてる。ボケて出てきてください。バケットみたいに混ぜて。混ぜ話しすぎましたね。ちょっと思い出の中でじっとしていてくれよ。思い出はやっぱ持ち帰らないといけないので。どうでさえ死んでるの。コースに伝えてください私のことは。絶対に無理。悲しいな。ちょっと本心気で落ち込んでるじゃないですか。さっきの勢いどこ行ったんだよ。魔力の揺らぎを見抜けますかエルン。私ですか？震度7くらいですよね。そっち地震の揺らぎじゃないですよ。私それかしこんじゃいます。かしこみかしこみ。沈めの戸締まりになってるってもう。ハイターの戸締まりやっちゃいますよ。もう何でも出てくるじゃないかよ。そういえば早々のフリーレンの早々ってどういう意味？バカだから分かんねえな。殺しまくってあの世に連れて行くんですよ。ハイター様すいません。おいババア早く乗れよ。根に持つタイプですよ彼女は。俺今ババアって言ってました。ちょっと焦った時間変わる。ごめんよ。あぶね。何ですか今、犬かなんかいましたか？一番いましたよ。見てくれ文句。文句呼び。種族呼びはだいぶ珍しいですね。文句種族なんですか？僧侶、戦士、文句、魔法使いになりますね。ここは30歳童貞だから魔法使いだろ。なんで知ってるんですか？やめてくださいよ恥ずかしい。フリーレン、何？回復した方がいいぞ。回復持ってないんだよね。ドリンク1個あるの。あれ？服を溶かすドリンクじゃないですか、フリーレン。そうなのかな。ダメですよ、フリーレン様。簡単にかけましょう。ボロンしちゃいますけど、大丈夫でしょうか。もう手遅れだよ。待って、モンク死んだ。おい、何死んでんだ、この野郎。お、モンクに、モンクに言うな。モンクにダジャレすんな。お前、数少ないエルフだろうが。長生きしろや。さあ待って、殺された。待って、無理だ。フリーレン、まだこっちに来るのは早いです。もうちょっと私のことを布教してからこっち来てください。思い出の中じっとしていてくれ。クラウドやね。私はじっとしていけない性分なので。サメかよ。じっとできねえのかよ。全然エイムが出ないぞフリーレン。魔法を使ってくださいフリーレン。確かに使ってたな。全然当たんないんだよね。魔法使いたいんだけど。アニメですごい魔法使ってたじゃないですか。爆炎のやつとか雷のやつとか。魔法どころか今フリーレン銃撃してるからね。大魔法使いゼーリエさんのアンチ魔法が来てますよ。確かに。解読できますかフリーレン。ちょっと無理かも。無理でもフェルンならきっとやってくれます。大事なところなんですよハイター様。大事なのかですか。すいません。状況を判断してください。はい、わかりました。叱られとる。なんか引いた。何を。私との友情ですよ。引いたのは。すごい引いてない。クラク様、斧なんか使わなくても引けば人は殺せるんです。俺ドライバーとして行くよ。おい、世界線崩れるってお前ら。現代すぎだろ。魔族は引き殺して終わりです。ハイター様、アルコールでも人は死ぬんですよ。そうですか。やはり。もう終わりの時が来たようですね。飲んでる最中に間違えて着火なんかしちゃったら燃えますよ。飲んでる飲んでる。着火消えてました。着火しすいません。私を燃やすのやめてください。
シュタルク、フリーレン、ロギンはありますか？あれ、そんなにないかも。この赤髪の小僧に肉体労働でもさせましょう。俺の扱いどうなってんのこれ。私はあの世でフェルンとダンスを踊りますので。いや、お前が運転頑張ってください。ドライバーとしての誇りをかけて。いや、年齢的に無理だろう、赤髪の小僧。こういうのするんだよ。早く魔族を葬ってくださいよ。やばい、無理だ。ティリエス様。うわぁ、すいません、私が変な声出ちゃいました。まるで自分がやられたみたいな。私の中の魔族の部分がやられました。